色がすごいですね。ご視聴ありがとうございます。どうもマチャスタルです。今回はですね、どんぐりを使ってモンブランを作ってみようと思います。なので今ね、どんぐり拾いに向かっているところです。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということでですね、どんぐりを拾いに近くの山へね、やってまいりました。あるかな。なんかなさそうですね。お、やば、クモの巣、クモの巣ですね。でもこれどんぐりの帽子の部分ですね。この木、そう、この木がそうなのかな。もう落ちてる感じはしないですね。ないですね。あ、ちょっと待てよ。あ、これどんぐりですね。あ、あったあった、どんぐり。これこれ。これですよ。よし、これをね、あ、結構ありますね。よし、これをちょっと回収していこうと思います。できるだけね、綺麗なやつを。はい。虫が食ってる可能性があるんでね、穴が開いてたらやめとこうと思います。これでモンブランを作ってやるんだ。おお、この辺は結構落ちてますね。レアなものが出てきましたよ。殻付きですよ。おお、すごいですね、これ。よし、ここに置いて。だいぶね、集まってきました。お、何これ。スズメバチの顔？すごい、カツ。じゃあ、君はここへ。コロコロ。さよなら。よし、もう少し拾ってみよう。わ、すごい。どんぐりの実だらけ。上からね、落ちてきたやつが全部してここへね、集まってるんですね。ここで拾えばよかったんだね。よし、今生どんぐりが落ちてきました。なんか葉っぱ落ちてますね。あ、いいですね、どんぐりっぽい。よし、置いておこう。まあたくさん拾えたな。こんな感じでいいかな。よし、はい。今ですね、自宅の方へ帰ってきました。これからですね、このどんぐりを洗って、このどんぐりが使えるか、そうでないか、選別をしていきます。選別なんですけれど、どんぐりが、浮いてきた場合、それを除くのと、穴ですね。これはね、虫食いです。だからこれはね、取り除いた方がいいと思います。はい。まあ、今回はですね、どんぐりも浮いてきてないんで、これはこれで OK かなと思います。あとはね、やってる時に虫食いがあるかどうかということですね。はい、そしたらですね、今度は、皮むきですね。どんぐりの皮むき。どんぐりね、非常にね、硬いです。ここへ、切れ目をね、入れていくんですけれど、よいしょ。こんな感じかな。そのままですね、切ったら、結構ね、つるっと滑っちゃうんで、結構危ないです。こういったペンチで、どんぐりを、挟む。こうやるとね。はい。切れ目がね、こんな感じで。見えますかね。このようにね、切れ目ができましたね。はい。そしたらこれをね、全部やっていきます。この手作業がちょっとね、しんどいかもしれないですね。よっ。こんな感じですね。
このどんぐりはですね、生で食べるとどんな感じになるのかっていうのをね、ちょっと知っておこうかなと思います。よ、まあ割るとこんな感じですね。これがどんぐりの実ですね。でおそらくこういう黒いところは、食べない方がいいのかなと思うんで、こうまあちょっとカットしますよね。でちょっと、生かじりしてみようと思います。うん、ダメダメダメ、えぐい、えぐいえぐいえぐいです。あ、むっちゃ渋い、うん、あ、むっちゃ渋いよこれ。そしたらこれに水を入れてですね、少し炊いて、皮を剥きやすくします。まあひたひたぐらいでいいのかな。それではね、ちょっと炊いていきます。まだですね、沸騰まではいってないんですけれど、先ほど切れ込みを入れたところがですね、だいぶ開いてきてます。こんな感じですね。はい、これになったらもう皮がね取れやすくなります。沸騰の方もねだんだんしてきてるんで、そろそろ引き上げようと思います。あれ、これなんだ、あら、これなんだ、あー、虫だ、虫がいましたね。あっちちち、うわー、皮を剥いてみようと思います。あ、こういったね黒いのは取り除こうと思います。多分虫がね食ってんですよ。あれ、結構食ってる、危な危な、あ、これやばいやつですね。皮むきも慣れるとこんな感じですよね。もう頭落として、よいしょ、表面が綺麗でもうかなり虫食いってあるんですね。はい、こんな感じです。あー、すっごい頑張ったよ。それでは今からですね、アク取りをしていきます。言ったらね、こういうところにゴミとか結構浮いてるんで、一度水を入れ替えてアク抜きに入ります。ゴミも目立たなくなったんで、これでねちょっと火にかけてアク抜きをしていきます。 2,3 倍ぐらいですね。いい感じに沸騰してます。ものすごい色が出てますね。そろそろ替え時かもしれないですね。もう色がすごいですね。うわー、またね、同じようにジュースを入れて炊いていきます。またスプーン2杯ぐらいね、ジュースを、よし、はい、あれから5分経ちました。同じようにね、またブクブク来てますね。すっごい濁りだなこれ。うわ、よし、じゃあこれをね、また味噌入れ替えていきます。すごい色が、
先ほどよりは若干薄い感じですね。はい、よし、じゃあこれをね、水をやり替えていきます。これで炊いていきます。またね、5分ぐらいして今沸騰してますね、うん、あんまり色変わらないな。まあでも少しずつね、アクは取れていってるはずです。また沸騰しましたね。どうでしょうね。少しずつかな。ちょっとずつ色も薄くなってるんですかね。だいぶ水の濁りもね、なくなってきてますね。また沸騰してきたんで、そろそろ水替えの時ですね。そしたらね、再度加熱です。沸騰始まりましたね。若干薄くなった感じ。あまり変わってないですね。はい、まあね、あれから何度か水のやり替えをね、やりましたけれど、こういったね、砕けてるやつは、渋みが取れてるんですよ。ただね、こっちの周り大きな方ですね、これ食べるとまだ渋みが残ってるんです。まあ今回ね、これモンブランのクリームを作るんで、結局はね、まあ裏ごしとかする工程があるので、もうこの際ね、フードプロセッサーで砕いて、それでもう一回ね、アク取りに挑戦してみようかなと思いました。これはもうちょっとキリがないですね。はい、粉砕してやって、ちょっと水が足らないかな。ほぼね、ペースト状ですね。これでちょっとね、一回炊いてアクを出して出るかな。やってみよう。はい、すっごい色になりましたね。うわ、そうですか、こうなりますか。どんぐりがね、下へ沈殿してるようなので、徐々にちょっと水をね、流していきます。そしたらですね、もう一度炊きます。これで炊くのを最後にしようと思います。沸騰し始めましたね。これが最後にしようかなと思います。この丼って、まあ渋いんですよね。はっきり言って。ミサイルみたいな、とんがったやつ、細長いやつ。あれが結構美味しいらしいんですけどね。
この辺にはちょっとなかったんで、どんぐり何でもいいのかなと思って、先ほど調べたら、これ結構渋いですね。分量的にはものすごく減ったような気がしますけれど、まあそれはね、それでいいかな。うん、これいけますね。どんぐりを今裏ごししてます。若干身がね硬いんですけど、裏ごしできるかな。裏ごしの方もだいぶできたと思います。こっちがね、裏ごしした方ですね。クリームをね、作っていきます。裏ごしされた、どんぐりですね。これが、どれくらいあるんかな ?200 あるな。砂糖がですね、30g。ちなみにこれは三温糖ですね。バターが15。このレシピは、マロンペーストのレシピですね。中火から弱火で煮詰めていきます。最初に比べて水分もだいぶ飛んできたみたいですね。そしたらですね、この香り付けにマイヤーズのラムをね少し垂らしてやります。よっ、うわー入れすぎたー、やばいぞ、入れすぎたぞ。ああ、やりすぎたな。美味しいかもしれないね。すごい。ラム酒の香りがプーンとしてきてる。どんな感じかな。よし、いきます。あ、結構いい感じじゃん。うん。どんぐりの味って何なんだっていう話なんですよね。どんぐり感が一個もないんですよ。はい。かといって栗の栗感もね一個もないんですよね。100ぐらいあればいいかな。どんぐりペーストをですね入れてやります。うわよし、完成ですね。スポンジケーキですけれど、まあ作るのもあれなんで、今回はね、このおやつカステラ、これ便利なんですよ。まずはですね、これぐらい？よっ。ちょっと硬いな、絞れない。ちょっと目がちっちゃいかった、これダメだね。さあこんな感じになるかな。いきます。お、出た。おーおー、なんかモンブランじゃないですね。でもあー、ダメだね、これ。あ、なんか詰まっ。やばい。あ、やっぱり。あー、しまった。あー、最後の最後で失敗ですよ。見てください、これ。いただきます。うん。クリームは素敵なクリームですよ。これに。直でね、直でいってやりますよ。あ、これはこれでいいんかもしれんな。よっ。粉糖かけます。
どんぐりでモンブランはできなかったけれど、モンブランのようなクリームができて美味しかったです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。